片付けてたもので、イケメンっぽいおもろい、初めて言われたわ。50回の花がこれやったっけ。まあいいか、どれも一緒にやったらいいな。寒っ。卒業終えて卒業公演な。寒っ。まあ半袖着てるからやろって感じなんだけど。寒いですね。めっちゃ可愛いで。お、見えるか。めっちゃ可愛くない？壁に貼ってる写真は選んだわけではなく、上から撮っていったらこうなりました。数学する。寒っ。なんでこんなに寒いんだよ。なんでこんなに。なんでこんなに。いいやろ。ペンギンこっち見とる。おもろ。N イコールなんやろ。いやでな、セーターティーやから寒いよな。いやそりゃそうなんやけど、何着よう。バカでも着とく。下もな、めっちゃ短いスカートやね。あれ片付けてたら暑かったからさ、ちょっと薄かってもいけるかなと思ってめっちゃ短いスカート選んだんやけど、すごい寒い。そりゃそうやろって感じだ。よっこいしょ。寒っ。あったかい？そんな感じする。外暑かったやん、片付けてたら。ちゃんと去年のやつもな、置いてんねん、ケースに入れて。で入りきれへんやつだけもう一回ここに乗せようかなと思って、スペース空いてるから。あー寒っ。フードかぶって配信しよう。ちょっと不審者っぽく、前髪も固めてないし。噴火警報やって。おもろないわ。不謹慎不謹慎。どこやろ、読まれへんかった場所。あ、なんでフードかぶってんねんこいつって思われそうやな。まあ思われたからなんやねんって感じなんやけど。難しいですね、わからないですね。メンタルは強ないよ。強かったらあれやろ、もっと今までうまくいってるやろ。激弱やで、豆腐すぎて。いや強、弱くなさそうなな言い方すんねんけどな、全然強くない。いやこういう時はこうしたらいいよねっていうのは分かってんねんけど、そうなれないんですよね。やっぱりみんなフード気になるな。私も気になるから取ろう。
あんまりフード好きじゃない。好きじゃないことはないけど、かぶれへんから。前髪固めてなかったら落ちてくるから邪魔やな。危ないもの作ってる感じする。確かに部屋の中でフードかぶってる人とか何が目的なんやろな。4月13、去年は14があれやったな。焦った、コメント読んでしまった。わからんかった。星やっぱり隠れてたやんな。あれどこにあったん？なんか写真見返してもさ、写ってなかったさ。どこにあんのと思って、なんかとりあえず色似てるとこに置いてみたんやけど、あれどこが正解？どういうあれなんやろと思って。熊の下、へえ、熊の下におったんや。なあれやな、熊さんちょっとほこりかぶってほしくないから、ちょっと下ろそうと思ってるから、ちょっと無理ですね。じゃあ去年の熊さんの下に置いとくか。邪魔なんですけど前髪ピン。去年もこれで止めてたな。邪魔やね。この これだけ上にダサいけど。ひかりちゃんが誘ってくれて卒業公演。うわ、なんかおもろ。前髪のみ、ここが邪魔やねん。あーなるほどね、クマのバランスを。なんか本立てみたいなやつあったから、それで立てた。クマさんとりあえずな。当たれへんわ、貼る。ちょっと埃がね、かぶったらギュってしてむせたらおもろいから、ちょっと下ろそうと思って。ちょうど今クマさんレスやから助かるわ。クマさん抱っこして数学しよう。クマちゃん、私のクマちゃん、ついでにペンギンも取ってあげるわ、かわいそうやから。おいで。しゃあないな、一人でかわいそうやから連れてきてあげるわ。え、しゃあなしやで。はい、くまちゃん、かわいいね、くまちゃん、かわいいね。よいしょよいしょ。くまちゃん名札作ってあげようか。よっこしょ。くまちゃん名札作ってあげるな、私が卒業するまでに。よし、このクマちゃんをクマさん先生の形見にしよう。ペンギン邪魔やからどっか行って。はい、あんた老眼鏡かけてたら酔うやろ。そこまで強ないやろ。どう、まあええか、酔い、はい、よいしょ。あんなおもろい。まあいいわ。くまちゃん、私が卒業するまでに名札作ってあげるからな。生誕先生は来おへんで、さすがに。でも卒業したら来てくれるかな。なんでおろしたんや、やばい。ケビンおる、おるおる。ほらケビン、ゴンケビンです。ゴンケビンの質感と似てる。ペンギン、ペンギンの方がモフモフ、かわいい。こっちはもちもちって感じね。ゴンケビン、かわいいやろ。クマちゃん名札作ってあげるからな。片宮で、あんたクマさん先生の、私のクマさんロスの手伝い、直す手伝いしてな。君が本物だからね。これから君がクマさん先生だからね。あっちの人間の方はいなくなるからね。わかった？君が本物だよ。わかる？あなた誰？クマさんです。
よろしい。ハリボーさんはご不在です。あそこに寝てはります。でもぬいぐるみってさ、なんか宿るとか言うやんからなんかな、多すぎでもなーって思うんだけど、なんか長い間同じ場所におったら宿るって言うやん。ちょっと嫌じゃない。でどこに書いてんのこれ。なあ人形とかそういうな、ぬいぐるみはどうなんやろな。でも宿りそうじゃない、なんか顔があったら宿るっていうくない。どうやろうな。同じかな、思い入れが強いってやりそう。え、君たち、じゃあ君たちみんなやばいんじゃねうち魂ものすごい髪の毛やば。でも捨てたりせえへんかったらいけんちゃん、宿ってても。でも捨てられへんねんな、ぬいぐるみって。なんか捨てられへんくない、そんなゴミ袋とかに突っ込んだりできんねんけど。だってその前日まで可愛い可愛いって言ってたのにさ、急にバイバイってさ、ゴミ袋行ってさ、次の日には燃やされてんねんで、エグすぎん。捨てられへんわ。おお、16公演よし。あー、ペンギンのぬいぐるみはハゲてくるかも。いや、ペンギンはハゲてないねんな、クマクマさんがな、そう言われてる学校では。ペンギンは別に、なあ、そうそう、神社で供養してもらうのがいいらしいけどさ、みかまさん別にハゲてないよ。いや、私はハゲてないと思ってるけど、割となんかみんな上向いてってか座ってっていう。ひどいよな、別にハゲてないと思うけど。別れた恋人の私物は速攻で燃やす。へえ、私は燃やさないと思うな。気にしてるやつ気にしてると思うなんでもいい、私見た目ほんまに気にせえへんねんな。ツルピカでもいいで全然気にせえへん。え、配信中やったからとかじゃないで、ほんまに内面があやばって感じ。急にさ、ふさふさやったのにさ、いきなりなくなりましたとか言ってびっくりするけど、びっくりはするけど全然大丈夫よ。ペンギン硬い髪の毛多分、そうめっちゃ多いな髪の毛。たまに刺さるって言ってたもん、痛い痛い。全然ペンギンは髪の毛硬い。クマさんはでも別にな、ないわけじゃなくて、あれやと思うねん、一本が細いタイプやと思うねん多分。だから見えるだけで。なクマさん、ちょっとここに座っといて。鈴鹿くんの時はさすがに邪魔やった、ちゃんと見といてな。
こんな喋ってたらさ、ほんまになんか宿りそうじゃない？15分経過した。あれ、さっきのが違かったんか。夜中に動く系かもしれないですね。ゴミ袋、あ、新しいのになってる。あっちにあんのか。363、え、今日で363？じゃあ月曜日ってこと？あれ、まあいいか。あと2日？明日やと思ってた。これ明日じゃ配信しようと思ってたけど、あさってか。そう、前は配信できひんかった日な、嫌ですね。なオリジナルアバターとかな、いいよな。確かに帰ってくる途中めっちゃ可愛いやろな、ぬいぐるみたち。なぜとことか歩いてんねんもんな。めっちゃ可愛いやん。な、アバター作れるんですかね。デザインペンギン先生でいいんちゃう？え、ペンギンとクマとリスやったらどれがいいと思う？どう思いますか？寒い。それになりますね。リス、三人衆。一番はペンギン。やっぱりペンギンですよね。ペンギンの名札作ってあげるよ。じゃあ100均で買ってきてあげるわ。ほんなら印刷してってあげるよ。しゃあないから。あ、私もクマさん早いけどペンギン、
やっぱり。なるほどね。ペンギンやな。よし、じゃあもうしゃあないからペンギンに報告してあげるわ。明日日曜日やから明後日学校行ったら、今日で365日毎日配信続いてたんでアバター作るんですけど、ペンギン一発目はじゃあペンギンにしてあげますねって。じゃあ明後日来てもらおうや。明後日来てもらおうや。よぼしゃあないから、しゃあないからやってあげるわって。だって一匹やんな。一匹カウント、一匹やんな。三匹並んでたらおもろない。だっていや、いいけど全然。でも2年目はないん。それによる。2年目あるんかないんかによる。記念配信、そうやで、記念配信来いよ絶対。絶対来いよ。それか来られへんくて出張とかになったら次の日絶対見に来させるからな。ほんま絶対来いよ。今ここにおらんから伝わらんねんけどな。しかもこんなんで見られたくないしな。あさって公演前、あ月曜日、あれ月曜日って何日、今13やろ、14日曜日やろ。あー公演前日ってこと。まあええじゃん。確かに。じゃあその次の日は分かんな。平日か。まあまあ前日って関係ないじゃん。え、2年目ってあるん？ないんかな？ 5 年目とかであんのかな？飽きすぎ？あーアバター取得イベントとかやったら2年目ではあかんのかな。それで3年続けたらだって3匹やん。4年目誰にしよう、ライオン誰にしようとか言って、もうそっから選ぶ前提っていう。2年目ないんかな。あったらいいんやけどな。まあ卒業後やけどな。まあそれはええやん、それはまあええやん。その時になんか書きたいのがあるんやったらええけど、いいじゃないですかいつまでも。あー確かにユナさんってしてんじゃん。ちょうどあれやん、ひかりちゃんのあれで、ああるっぽいかな。まあ、調べたら。でもショールームってさ、情報がさめちゃめちゃ古いやつとさ全然関係ないのしか出てこへんからさ分かれへんねんな。どこで調べたらいいんやろ。
こんにちは。クラファンって何？数学あと何10ページくらいで提出範囲終わるね。あ、一般にでもな、多分な、かな、金銭が絡む系のやつはあかんかった気すんねん。私普通にさ、無料でもいいからさ、アバター、あのアバターじゃないわ、 LINE のさ、 LINE 言うてもだ、某連絡アプリのさ、あのスタンプ作りたかったんでいいかなって言ったけど、それはうーんって、なんかどうなんやろなーで流されたから、まあいいですけど、いいですよ全然流してもらって、それにいいんですけれども、どうなったんでしょうね。やりたかったんですけど、そう、課題提出めっちゃ早い。新しい先生と喋りたいなと思って。いや、それが目的でやってんちゃうで。全然いつも国語と数学は終わらせるの早いねんけど、でもちょっと喋ってみたいな。新しい数学の先生、別に何先生でもないな、ロボットって感じ。褒めてないように聞かれるな。英語はでも早いで、社会が残んねん、いつもめんどくさいやん、教科書見て、あれがめんどくさい、わからんもん。英語はもう適当に書いてるから、答えは見てないけど、からわかるけど、ロボットみたい、きっちりしてる。だってそうやもん。動物園の中にロボット、やろ、ロボットはちょっと嫌やろ、だから言ってないけど、きっちりしてるねん。いや、きっちりしてるってわけでもないねん。テンプレ、テンプレもだからよくないねん。なんか言い方ないねん、私のボキャブラリーが少ないねん、申し訳ないけど、ほんまに。いや違うねん、違くないねん。なんて言うのこれは、褒めてないやろ。え、むずない？なんて言ったらいいん。
て言ったらいいんやろな。確かにな、まだあんまり知らんもんな。ページに出るかな。連立や。あれ今やってんのも連立？いや、私はずっと連立と言ってたんか。おもろ、何と言ってるかわからんかった。仲良くなれんのかな。ライバーテーマ変わったっけ。そんな最近触ってないで。いやーどうなんでしょうね。もう何でもいいわ。臭くなってきた。このページが終わったら終わろう。
てる気がしない。よし、ほぼ角で間違ってるけど、まあいいわ。月曜日の配信にペンギンを呼ぶ。とか言って呼べんのかな。呼ばれへん気するな。か、呼び忘れるか。忘れそうな気もする。金福きたるさん、ありがとうございます。12位小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。11位大見さん、ありがとうございます。10位ゴーシゴーシさん、ありがとうございます。9位高秀さん、ありがとうございます。8位まさきさん、ありがとうございます。7位オレオーズさん、ありがとうございます。6位やらけんちょびさん、ありがとうございます。5位まきこさん、ありがとうございます。4位さとくんさん、ありがとうございます。3位ケビンさん、ありがとうございます。2位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。1位むーちょさん、ありがとうございます。よし、いっそペンギンの横で。それは無理や、だって声入ったらあかんやろ。っていうか一緒にやる場所ないしな。クマさんは来おへんよ。だってショールーム絶対入ってないもん、アプリ。携帯あんま使わんと思うで。
連絡アプリとしか思ってないんじゃない連絡ツールとしてゲームとかしなさそうやもん。ちゃんとテレビゲームとかやったりしてそう。この辺どうもな。しかもしてって言うすべがないもんな。さよなら。まあとりあえずペンギンアバターにするし、ペンギン呼ぶ。バイバーイ。